宮古島市はですね、平成28年度よりですね、サテライト誘致活動を始めておりましてですね、今年で2年目になるんですけれども、現在はですね、IT 企業様をですね、中心に誘致活動をさせていただいておりまして、目的といたしましては、一次産業が盛んな宮古島でありましてですね、こちら IT を活用させていただいて、産業の活性化といいますか、を期待しております。またですね、現在働き方のですね、多様性が注目されている中でですね、素晴らしい自然を有している宮古島ですね、また新しい職場環境をですね、提供できるのではないかと思っております。宮古島市はですね、2005年にですね、ご市町村が合併いたしまして、旧下地町役場のですね、現在下地庁舎なんですけれども、こちらのですね、3階スペースがですね、現在使用されていないということもありですね、平成30年度ですね、来年度なんですけれども、3階スペースのですね、機能強化を図っておりましてですね、こちらをですね、サテライトオフィスのオフィススペースとして提供できないかと考えております。でまたですね、宮古島市はですね、将来、総合庁舎のですね、建設が今決定しておりまして、こちらはですね、下地庁舎が、空き庁舎になりますので、こちらのですね、下地庁舎全体をですね、サテライトオフィスのオフィススペースとして提供できないかということを今視野に入れております。宮古島にはですね、東洋一綺麗と呼ばれるですね、綾浜ビーチをはじめ、有名なビーチがですね、本当に多数存在しておりまして、サテライトオフィス開設をですね、考えていらっしゃる企業様にはですね、ぜひこのですね、宮古島にしかないですね、自然を大いに活用していただいてですね、また新しいワークスタイルをですね、考えていただければなと思っております。また宮古島市としましても、サテライトオフィスのオフィススペース提供などできる限りのですね、支援を行ってまいりますので、ぜひ一緒にですね、宮古島を盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。